ハロー皆様、いかがお過ごしですか。今日は階段を使って日常生活の中で思いっきり体幹と足腰を鍛える運動を一緒に行っていきましょう。皆さん、階段とエスカレーターとかエレベーターがあるときは楽な方を選んでないですか。ジムに行かなくても階段を使うことでカロリー消耗、本当に足腰鍛えることができますので、もう今日から階段を見たら必ず階段を使いましょう。この小さな変化だけでも5年後10年後の体のコンディション全然違いますからね。では皆様がどのように階段を普段使っているかチェックしてみましょう。階段を上るときにつま先から登ってしまうと疲れてしまいます。階段を上がるときは疲れないように体を動かしましょう。一番重要なのはどこからスタートするか、かかとからです。かかとをしっかりとつけて、かかとからふくらはぎですね。でこのままももの後ろで、お尻大臀筋に力を入れて、かかとから踏み込んで、そのまままっすぐ上がります。前に行かないで、かかとから踏み込んだら、このまま頭は空の方にまっすぐ持っていきます。で次もこのかかとから、かかとに重心を置くと自然と足の裏側に力が入りますので、大臀筋の方まで力がいきます。これがつま先に力が入ってしまうと、大抵の方は前かがみになるんですね。で膝が前に出ます。膝が前に、このようにで前かがみになるので、ごめんなさい、こだちゃん、前かがみになるので背筋とか、重要な大臀筋、お尻の筋肉とかハムストリングス、ももの後ろの筋肉が使えないんですね。階段を上るときは前かがみにならずに、かかとから踏み込んだら、まっすぐ頭を後ろ、上にまっすぐ頭を上に持っていく。そしてもう一つの足をまたかかとからです。ここから、これだけでも階段を使うときに疲れなくなりますので、早速今日から階段を上るとき、まず意識が大事ですね。習慣化するまでは意識が大事なので、階段を上るときはかかとです。かかとでまっすぐです。でご自宅に階段がある方はこれエクササイズになります。かかとから力を入れて、この時必ず足の背面に力が入るように、はい、片足ずつ10回から20回行ったら反対側に変えて、かかとからです。かかと、体の背面、足の背面、しっかりと筋肉感じてますか。前かがみにならないのがポイントです。私が自宅でよくするのは一段抜かしです。階段を一段抜かし、かかとからしっかり入れると本当にエクササイズのランジのような筋肉が使えます。うちの階段ちょっと小さい、短めなんですけどもね、これ上と下にあるんですけども、下から下に4、6段で、上にも2、4、6段しかないんですけども、1段ずつ1段飛ばしでクッ、クッって、これを階段を上がるときに行うか、行わないかだけでも、はい、5年後、10年後の体の健康状態全く違います。ぜひ階段のある方は1段飛ばし、急がなくて大丈夫です。ゆっくりね、ゆっくりかかとから踏み込んで、頭を空の方に、天井の方にまっすぐ突き抜けるように1段抜かし頑張ってみましょう。階段を上がるときにかかとから踏み込むと、普段下がってた恥骨とか、恥骨ですねとか鎖骨が上がります。その位置がで、また今度動画でお話しますけども、この鎖骨の位置が上がってる人ほど、性格もシンプルで、肝が据わるというか、あまり難しいことを考え
ない性格になれます、まあ、いわゆるシンプルポジティブな性格ですね。これが鎖骨が下がったり、まあ、恥骨が下がってしまうと意外とこう引力に引っ張られてしまうので、下がっちゃうとね、ちょっといろいろくよくよ考えてしまったりとか、思考もネガティブになってしまう傾向があると言われてるんです。運動はただただ体を健康にするだけではなくて、実は心も健康にする魔法のようなものなんです。体を元気に軽やかに動かすと、実は心も元気に軽やかになるという、そういうルールがあるんですね。なので私たちは運動をすると幸せなハッピーライフスタイルに近づけるという、まあ、深い関わりがあります。階段を上るとき、鎖骨を持ち上げて、恥骨も鎖骨も持ち上げて、心のケアもしていきましょう。 OK かな。足は必ずかかとからですよ。かかとからつま先を思いっきり持ち上げて、ここのすねの筋肉大事です。かかとから踏み込んで、でグッと、かかとから踏み込んでグッと、はい、今日の幸せになるヒント、まあ、こんな感じでした。最後までご視聴ありがとうございました。今日は週末ですね。皆様楽しい良い週末をお過ごしください。また明日も世界中で一人でも多くの方が健康で幸せな日々を送れるように、なんか動画をアップしていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方、ぜひ登録お忘れなく。そして皆様のお友達とかご家族の方で、健康になりたいな、幸せになりたいなって悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひこのチャンネルシェアしていただけると嬉しいです。では皆様、今日から階段ですよ。階段を見つけたら必ずかかとから踏み込んで鎖骨を持ち上げてしまう、ぜひ行ってください。 I'll see you tomorrow. Have a good day or have a good night. Bye bye. コーダちゃんもバイバーイ。 Have a nice weekend.